ユニホンテレビ。ササラという名称もですね、ただいま引地町の獅子踊りをご覧いただいたように、実はこれもですね、独り立ち三頭獅子で回れるものでありますが、この横沢ササラはですね、獅子頭がですね、だいぶ大きなものになっております。大きなものですから、これを頭に乗せて舞うわけでありますね。そうしますと、通常の木製で木で作られたものだとするならばですね、大変重いわけでありますが、これらはですね、竹とほぼ紙のようなものを貼ってですね、張り子のような形の獅子頭を使っているわけなんです。通常はですね、これにですね、この福禄寿の作り物をかぶったものがですね、この大うちわで地面をこの仰ぐ作法などもこう伝わっているわけなんでありますね。こうしたそのササラには県南地方の特色といいましてですね、このこちらの由利本荘市の獅子舞とはちょっと違ったですね、行列仕立てのようで、たくさんの人が出てですね、浮遊の全く祭礼のような形で登場することが多いようでありますね。獅子頭のこの作りを見てみますと、角が太くて大きいですね。そして鼻先にですね、剣、小さな剣のようなものがこのですね、立てられている。これも特色であります。
そう。Thank you.